どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。2月に入ってからは一転安心感のある戻り相場となっています。そして2月11日金曜日は日本は休場ということもあって2月切りのトレード日はあと5日となってきました。そこで今日は2月切りのオプションの、まあ、チャートとか えー、縦玉残高。このあたりを見て、S q 値の上と下を勝手に予想してみると。まあそういうことをしてみています、えー。トレード日数が大体ね、残り5日から8日くらいのところでは、まあ割と、割とね、まあそんなにあの狭くはないですけど、えっ、ー、と、範囲をね、想定できたりはするので、まあ予想の参考にということで、ぜひ最後までご覧ください。えー、それでは早速2月3日、日経22 5オプション考察始めていきましょう。 はい。本日のメニューです。チャートは今日は一目均衡表の方を見ています。というよりも、マックリーの方ですね。で、オプション手口を見て、先物手口、それから今日の着眼点という形で進めていきます。 はい、えー、今日も、ボイシーのご紹介です。というのもね、今日2月2日、ボイシー6周年ということで、実は今、パーソナリティだけが聴けるライブをね、やっていて、僕も聴きながら台本作ってたんですけど、これを、まあ、収録するために、泣く泣く今、ライブを切って、今ね、これマイクで、えー、自分の動画を作ってるということです。で、まあ、毎日夕方、えー、ボイシーっていう、まあ、ラジオみたいな、えー、いつでも聴ける、えー、ストリーミングラ、えー、ラジオみたいなね、アプリがあります。そこで、オプション投資ラボの まあ、夕方の部みたいいな形で15分分から20分ぐら20ぐね毎日、えー、話をしております、えー、動画で言わないようなこともね、お話をしてますし、まあ、動画はどうしても23時、24時の更新になるんですけれども、まあ、夕方ね、17時、18時ぐらいに、えー、動画で言うかもしれないことを先出しをしたりとか、まあ、あとね、手口で気になったこととか、僕自身の え、トレードの、まあ、ね、実際の縦玉みたいなこともたまに話をしたりします。ちょっと動画とはまたね、あの、少し趣向を変えてお話をしておりますので、興味のある方はぜひ、ボイシーの方も聞いてみてください。え、もちろん無料です。えっと、スマホのアプリなので、概要欄にリンク貼っときます。興味ある方ね、ぜひ聞いて、オプション投資ラボ検索してみてください。 はい。それでは2月の2日、相場外境からですね。日経平均27,533円、455円高、プラスの1.68%ということで、27,500円の節目も超えてきました。で、トピックスは1936.56、プラス40.50ということで、プラスの2.14%。 日経平均よりもね、0.5%近くえ大きな上昇となっています。で、今日はマザーズもしっかり戻ってきて、なんと800ポイントを奪還。 808.64、四プラスの35.66、プラスの,の4.61%となっています。売買代金東証一部、今日も3兆円超え、三3兆3243億円ということでしっかり。マザーズはダメですね。出来高全然上がってきません。1375億円でした。次に、え、恐指数ですが、一気に下がってきています。ビックスが21.49、それから日経平均 VI が21.82、まあ、今日ね500円近く上がっているんですが、一気に2 これでもうほぼほぼね、20から21っていうところなので、まあ、平常運転のボラティリティまで下がってきたということで、まあ、やはりね、えっと、ちょっと2、3日前にプットを売っていると、もうね、上昇以上にこれ、大きくプットのプレミアムが剥げているというところで、まあ、うまくね、そこをつかんでプットを利用すると、やはり、えー、いい、ね、いい形で利益、本当に2、3日で、 ね、30円、50円、ね、遠くを売ったとしても取れていた、まあそんなボラティリティの変化になっています。<music> はい、それではここからは日経平均の冷やしのチャートを見ていきたいと思います。え、今日は昨日の嫌な上髭陰線のこの上髭すらね、しっかりとローソク足の実態で超えて、しかも節目27,500円っていうところをね、あの、 トライして抜けたと。まず2万、えっ、ー、と、7400円ぐらいで跳ね返される可能性があって、まさに昨日がその動きだったので、まあ、そこで一番早いリターンムーブというかね、戻り売りを食らうっていうのが、一つ今日の心配なシナリオの方だったんですけれども、まあ、それはしっかりと覆して上昇ということで、今日の上昇は、割と個人的には意味がある上昇じゃないかなという気はしています。で、えっ、ー、と、5日移動平均線もしっかりと上昇してきました。 ね、パラボリックも、えー、要点して2日目という形になってきています。で、えっ、ー、と、マック D、あ、マック D じゃない、モメンタムも、えっ、ー、と、今日もね、あの、今日株価結構上がってるんですけど、そんなにモメンタムは上昇していなくて、残念ながらまだゼロラインの下なんですね。ですから、まあ、もう一段上昇するということが、ちょっとね、モメンタムの上昇、ゼロラインを超えるには必要となってきているので、まあ、もうちょっと辛抱ですね。こ、ここでちょっとね、今、あの、終わり値がね、ちょっと揉み合ってるんですよね。そんなに、ね、大きく変わってない。 なので、えっと、今日と株価が変わらなければ、同じくね、ゼロラインのちょっと下ぐらいで横ばいになるので、まあ、ここちょっと抜けていくとね、いよいよゼロラインの上に出てくると。それから、えっと、以前ね、この金曜日の動画かな、金曜日に上げた週末の動画だったと思いますけれども、えっと、この、 2月の4日の、だから今週ですね。えっと、アメリカの雇用統計に向けて、ちょっと株価がどう動くか予想するときに、この25日線が下がってきて、この青い三角持ち合いの下にを切り上げてくるラインとぶつかるところが、だいたい28000円ぐらいだってお話をしたんですが、まあ、まさに今日、25日線が28000、飛んで飛んで9円。 ですから、えっと、ここと、ほぼほぼ、ね、2万8000円のところとも、えっと、ガッチャンコしてきました。ただね、ちょっと1日早かったかなって、ちょっとこのあたりがね、まだ、えっと、こんだけ株価が戻しても、まだね、全然戻り足りなくて、25日戦の下落の角度が緩まなかったんですね。僕はもうちょっとだけ緩んで、2月の4日ぐらいにね、このあたりに来るのかなと思ってたんですけれども、ちょっとまあ、えっと、2月の2日終わった時点、つまり2月の3日はね、もう2万8000円ぐらいに25円目が降りてくるところからの攻防と。 いうところなので、まあ、一旦は戻りのめどはえっと27500円という節目を明日以降しっかりと超えることができれば、次25日線ということになってきます。28、000円からちょっとね。 割ったあたり、27,950円とか900円とか、まあ、そのあたりで多分25日線とぶつかってくるので、一旦そこで戻り売りになるのかどうかと。で、えっ、ー、と、その後はね、もう2月の4日、アメリカの雇用統計で、雇用統計明けとなります。以前も動画でお話をしましたが、えっ、ー、と、雇用統計明けにはね、それまでのあの短期の直近の流れの、また反転、 っていうことがね、結構起こっているので、まあ、もし今ね、残念ながら、残念ながら、まあ、戻ってるのでいいんですけど、今、戻りのターンですから、2月4日を過ぎた、2月の7日からは、また逆にね、戻り売りっていう、まあ、動きになりやすいというところなんで、ちょっとその辺はイメージを持って、えー、戻りのね、目処を見ていっていただければいいのかなと。まずは25日線というところを注目してみてください。はい、今日は一目均衡表はね、これまだ、残念ながら、 えっと、赤い転換線下ですからね。まだまだこれ、果てしなく、あの、三役逆転のままなんですよね。あの、こんなところに雲がありますからね。だから、まあ、一目均衡表は当面、日柄を用意して、まだ売りサインのままと。なので今日見ておきたいのは MacD です。やはり急激に、えっと、回復してきていて、この、ね、あの、平均線と実際の MacD が、えー ゴールデンクロス。まあ、ただね、マイナスのエリアで、すごい下のところでのゴールデンクロスなので、まあ、まだまだ、ね、本格的な上昇かどうかっていうのは、えっと、心配なところはあるんですけれども、ただし、ね、この平均線を上回るということで、このヒストグラムが、もしかしたら明日、要点してくる可能性があります。要点してくれば、まあ、こういう形でね、あの、しっかりと、あの、 下値切り上げていくと急騰するかどうかは別ですけど、下値を切り上げながら戻っていくというところなので、えっと、25日線ないし、ここに開けた窓ですね、この辺りぐらいまでは戻ってもおかしくない、まあ、それぐらいの,あの資源になるかもしれないので、マックリーがまあ明日もしくはえとあさって、ね、えっと、2月の4日に要点するみたいな動きになったときは、ちょっと上方向への期待を持ちつつね、注目して見ておいていただければと思います。 はい。それではここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。まずは海外税合算ですね。まあ今日は500円近く株価が上がりましたから、まあ当然っちゃ当然なんですけれども、コールは買い、プットは売りという形で、まあ上目線になってきているということですね。まあ今日1日のトレードでっていうことですけど。で、その中で、まあ今日は ATM よりもね、ちょっと上、28000近辺が、えっと海外税合算として見ても約1400、500枚。 大きくね、買い長になっています。で、一方で28,500のところが、まあまあ、えっ、ー、と、買いのね、少しバランスを取るために、えっ、ー、と、少し上、上、上とね、今度は、えっ、ー、と、売りを上がっていくような形で、今日は28,500のコールが、えー、329枚の売りという形になっています。売られたのここぐらいですね。はい、ということで、まあ、27,500の今の ATM 近辺から28,000円ぐらい。 というところを見ると、まあ、今日、ね、コールの28,600枚近く買い戻しです、まあ、ここも、ね、残高開示されてないので本当にあの売り越しなのかどうかはちょっと不明ですけど、まあ、少なくとも先週800枚近く売られていたところが、まあ、今週は726枚の買い戻しで、まあ、ほぼほぼ買い戻してきているという流れですねですからまあまあちょっとバランスを取るために売りがあったところが解消されてきているのでえ一旦は27,500ないし28,000よりも、ね、上ぐらいのところにえコールの買いが集まってる なってきていると いう形になります一方で、ププッットトサイドは、まああの, 26, のプットが今日も枚売り乗せされましたでこれ最後のね、今日はあの着眼点のところで、オプションの縦玉残高から下のね、めどをどれぐらいか見てるので、まあ、そこで詳しくお話はしますけれども、えっと、26,500とかね、まあ、このあたりも下にプット売りが大きく積まれていて、あと27,000のプットも今日ね、376枚、昨日に引き続きで、えっと、売り決済と、まあ、買ってるもののね、売り決済ということで、まあ、下 目線がだいぶ和らいぶらできま,したまあ、とはいえ、まだ2万7000のプット、1138枚、それから2万7250が500枚ぐらいの想定で、買い長になってますから、まあ、そう見ると、まだね、2万7000近辺は2万6500の売りと合わせて、 ちょっとね、バランスをとっていると。だからまあ、2万7千円を、えっと、割り込むような展開になった場合は、ちょっとここでヘッジをしてるんですが、2万6千500にね、もうそれ以下はしっかりと、2 0 0 0枚以上のプット売りがまあね、散見される状態ですから、そんなに下は見ていない。つまり、全体的にはやはり、えっと、2万7千円からね、2万8千円ぐらいまで、まあもう少し2万8千250円ぐらいまでっていうのを、まあ少し SQ に向けてね、えっと、上にちょっと戻っていくんじゃないかなというような、 え、バランスに傾いてきている。まあ、そんな感じですね。はい、ゴールドマンです。ゴールドマンは今日はコールもプットも、まあ、まあ、150とかね、300枚ぐらいちょろちょろと買ってきた。で、どっちも買いなので、結果的にはそんなにバランスは大きく動いていないということになります。で、えっと、ま、27000のプットを、 えっと、先週ね、1,022枚、まあ、ヘッジで買い長にしていて、まあ、今日の段階でも1,092枚、え、プットの2万7千円の買いはあるんですけれども、それよりも上、今は ATM が2万7千円からね、上がってきて、2万7,500円近辺になってますけれども、まあ、このあたりから、えっと、またね、すごい数のプット売りがあるゾーンで、基本的にゴールドマンは2万7,500円よりも上、もっと言うと、2万7,625のプットが1,300枚ぐらいの売り。ただ、ここはね、ちょっと、今週ほとんど開示されてないので、 まあ変動があるかどうかっていうのはあるんですが、えー、27,500円よりも上のところはね結構プットを鬼売りしてるゾーンなので S q までもう一段ね28,000円ぐらいまでは少なくともゴールドマンはオプションの手口からは上に行っていただいた方がねこの辺りのプレミアムが全部取れるのでいいんじゃないかなと、まあ、そんなバランスに変わりはないさらにコール買いを入れてきてるんでねちょっとだけなので上に行けば行くほどいいよというバランスは変わっていません はい、次にアムロです。アムロは、えっと、コールもプットも ATM 近辺は、えー、買ってきてる。まあ、あの、買い戻しというようなところが、えー、ほとんどですけどね。ATM 近辺はプットもコールも少し買って。 で、それよりも先え、ファーのところを売ってきているというところですから、えっと、ATM 近辺は売ってるところの買い戻しなので、いずれにしてもね、上も下も、もうそんなに動かないという感じですね。今のところアムロはえ、上に振ってる、下に振ってるっていうのはね、あんまりなく、まあ、下は26,500っていうところに、1,756枚のプット売りがあって、まあ、これより下には下がらないでしょっていうような壁、特にここをね、今日904枚売ってきてるんで、まあ、下の目では26,500円っていうところに入れているし、 とはいえ上、ね、ここ2万8000円はちょっとどっちも売っていて工作してるんですけれども、ただ2万7500円のもう今の ATM 近辺からは結構コール売り長なんですね。ということで、まあまあ、今、アムロが考えてるレンジは2万6500円から2万7500円ぐらいで、2万7500円の前後ぐらいでね動,いてもう動かない方がいいと、もう今2万7500円まで上がってきたので、これ以上は上に行かなくていいよと。 このあたりをいっぱいいっぱいで、あとはうろうろしてくれれば、だいたいいいっていうようなバランスにしてるという感じですね。はい、最後は先物です。今日日経平均プラスの1.68%、トピックスが2.14%のプラスということで、大きくプラスになった現物の日ですけれども、えっと、先物の,の方はラージプラスミニ、日経平均型2767枚の買い越し。で、トピックスの方が1563枚の買い越しということで合算すると4330枚の買い越しと。 いう1日になりましたで、やはり今日も昨日と同じようなメンバーが4桁買い越しなんですね。で、注意したいのはやはりゴールドマンがえ昨日に引き続き今日も1971枚買い越しです。それから JP モルガンが昨日はね、売り,売り買いきっ抗だったんですけど今日しっかり1905枚買ってきて月曜日と合わせて2500枚ぐらいの買い越しになってきていますし、えー、クレディスイスも 昨日とほぼ同じ数を1600枚買ってきているということなので、やはり要注意なゴールドマン、JP モルガン、クレディスイスがいずれも2000枚近く買い越してきているという流れがあります。まあ、あとね、バンコブアメリカとかシティのアメリカ勢とか、あとバークレイズもね、今日は4桁買ってきているというところなんですが、えっと、やはり えっと、ゴールドマンが、えっと、先々週からね、2週間半ぐらいずっと、まあ、基本的には売ってきていて、えっと、かなりね、2万3千枚の売り長状態だったのが、えっと、今週、昨日から2月に入った途端、4桁買い越しをしてきています。で、オプションの手口はね、今見えてる範囲ですけれども、基本的に鬼売りをしてましたよね、ゴールドマン。ですから、今の2万7 5五百円よりも上、2万8千円よりも上ぐらいに SQ になるのがいいので、こっから、 買い戻してくるね、動きになってくる可能性があります。現に2日はそういう動きです。で、上昇ってなった時に、そうにね、短期に乗っかるのはクレディなんで、今ね、買い長状態ではあるんですけれども、まあ、しっかりと1600万2日ね、連続で買ってきてると。で、ここに JP モルガンも基本的にはね、買い長なんで、もうちょっとね、売り決済してくるかなと思ってるんですけれども、まあ、ね、一旦ちょっと上昇のターンではついていく可能性があるので、まあ、このあたりが4桁買ってくると、引き続きね、明日、明後日もそこ 上昇っていう可能性はあるのでちょっとねこの辺り特にゴールドマン注意をしておいていただくといいのかなとまあ注意しても仕方ないねわかんないですけどね終わってみないとわかんないですけど、まあ、そんな感じで、えっと、ちょっと底堅くなってきたかなっていうニュアンスを見ています。<music> はい。それでは今日の着眼点ですね。今日はオプションのチャートを見てみましょうということで、2月切りあと5日です。オプションチャートから S q 値の範囲、まあちょっとね、1000円ぐらいの幅は出るんですけれども、上下見ておこうと。で、縦玉も見ておこうということですね。 はい、こちら、えー、楽天証券の、えー、マーケットスピード2で、えー、表示をさせています。まあ、この表示はね、あの、自分でちょっとバランスを取ったりしてるので、まあ、皆さんね、調整によって、これと同じ形にはなってないかもしれないですけれども、まあ、オプションのところで、えっ、ー、と、 ね、各板と、個別の公式価格のチャート、みたいな形で出しています。で、えっと、コール28000から見ていきましょう。で、えっと、ここをね、えっと、今週に入ってというか、まあ、1月の末から、上昇ターンになってきているので、当然、あの、2月切りまでに日数はね、少ないんですけれども、今は価格が上がってきているターンなんですね。ですから、安値を割り込んだかどうかっていうチェックは、コールの方は難しいということで、えっと、このね、出来高を見ています。 で、えっと、出来高を見ると、えっとね、もう、昨日も、おとといもね、このコール28000は、かなり4000枚近く出来ているので、まあもちろん ATM のね、可能性がまだまだあるぞと、まず、だから死んでないぞってことなんですね、コールの28000円は。はい、次に28,250円です。えっと、まあ、引き続き28,250も、1月5日の、5日じゃない、えっと、1月の、えっと、31とかかな三十かなの安値。 から見ると、倍ぐらいになってきていて、まあね、27円ぐらいまで行ったのが、今53円までね、来ているので、上昇してきてるんですけれども、出来高も伴ってるんですね、まだ。ですから、28,250もまだギリギリ生きてるかなという気がしています。はい、28,500になると一気にね、出来高が、もう、戻ってきてないんですね。ですから、 で、えっと、一応まだオプションのプレミアムは一番安値から、えっと、昨日、今日と上昇してきているんですが、まあ26円ですけどね、一旦17円ぐらいまでつけて、26円ぐらいまで戻ってきています。ですので、安値を更新するような、あの、形ではなく、しっかりとプレミアムは上がってるんですけど、出来高がついてこないんですね。ですから、28,500はちょっと厳しいかなと。もう半分死んでいるかもね、というところで、 見ていますつまりこれよりも上はどんどんね、もうここ数日の出来高が伴ってないんですね。だからもうあんまり期待感がないということで上は28,250ぐらいまではまだオプションからね、期待を持って買われてる部分もあるぞと。じゃあ今度プットサイドです。えっと、プットの方は、 えっと、大きくね、上昇、下落の時にプットがドーンと上がって、そっから戻しで一気にね、もう日があんまりないので、ちょっと上昇するだけで一気にプレミアムが剥がれます。しかも、27とか、日経平均 VI、ボラティリティが上がってたところから、もう今日21までね、ボラティリティも急激に下がってますから、あっという間にプレミアムが剥げてると。ただし、1月5日が直近安値だったんですね。 あの、どの行使価格も。ここよりも、プットが安値を割ってるかどうかで生きてるか死んでるかを判断すると、27,000円のプットはまだね、割ってないんです。1月5日、115円が安値、ここね。だったんですけど、今日はまだ140円、21時現在ですけど、つけてます。ですからまだ割ってないんですね。まだ生きてるぞと。次に26,750を見ていくと、実は1月5日が100円でした。で、今日21時95円なんですね。つまり、 安値割り込んでます。ですから、で、出来高も、まあ、昨日はまだね、ちょっとあったんですけど、えっと、まあ、今日に入ってね、あの、そんなにないと、もあの、出来高があんまり積まれてない。まだね、95円つくので、うん、売り買いするにはね、面白い価格だとは思います。ただ、そんなに買いが、えっと、来ていない。だからもうね、あの、1月5日の安値割り込んできてるんですね。ですから、ギリギリ26,750は、もうね、 あの、死、死に体に近づいてると、26,500を見ると、もうダメなんですね。えっ、ー、と、1月5日が87円でした。安値。で、もう今日21時現在65円です。ですからもうここは、 ちょっと、えっと、目がなくなってきたかなっていうのが、今日の上昇を受けて、ナイトセッションが始まってね、やっぱりこうずるっと今日大きく、もちろんプレミアム下がったんですけど、昨日に比べて。なんですけど、さらにナイトセッションに入ってもぐっとね、下にちょっとずつ下がってきているので、で、で出来高もそんなにできてるわけではないということですから、買い手がね、やっぱり減ってきた。なのでもう26,500円は、ちょっとね、このチャートからはもう、あと5日、 目がなくなってきたな、もう死んできたなっていう形になってます。まだまだね、65円ついてますけどね。はい。というところで、だいたい上と下がね、こう見えてきたかなと。で、縦玉数もね、ざっとおさらいをしておきましょう。えっと、まずコールはえ、もうそんなに枚数がね、あの、まあもうあと5日ですから、当然目がなくなってくれば、ね、あの、決済されてきますが、28,000のコールが5,500枚なんですね。 で、今、27,500円が ATM だとすると、あと500円ですから、5日で500円全然目があります。その割にはね、5,500万円しかないんですね。なので、ちょっと今のプレミアムとね、2 8 0 0 0あと500円なんだけど、意外とね、厳しいかなと思われてるのか、そんなにね、増えてないなっていう気がします。ですから、まあ、縦玉数からは、 あの、特にね、なんか、2万8000に近づいたら大きくこれね、買い戻されたりとかね、売ってる人が、もしくは先物の手当てをしないといけないとか、まあ、そこまで大当てするもうね、縦玉数ではないかなっていう感じがします。で、一方で、プットも2万7000円とかね、が、2万6500はもうほぼ死んでましたから、2万7000円で見てもね、7600枚ぐらい、ここもそんなに多くないんですね。なので、なんか、プット、こっから大きく下げていく中で、一気にオーバーシュートするぐらい、プットの2万7000の縦玉に注意。 っていうほどでもないで、2万5000円が前回ね。いつだろう。 えっと、一週間ちょっと前かな、動画で1万5千枚ぐらい、えっと、縦玉がありますっていう話をしていて、まあそこから約4千枚ちょっと、まあ5千枚近くかな、えっと、決済されてます。思った以上にまだね、1万枚も残って、1万1千枚近くね、残ってるなという感想ではありますが、まあさすがにね、今がもうさらに2500円ですから、ここから暴落にならないとなかなかインザマネーにならないので、まあここもね、もう、あの、特に今日とか、明日ぐらいでさらにね、縦玉 1> 1, 枚とかか決済されるんんじゃないかななんていいいててう気もしていますですからまあそんなにねあの注意をするような縦玉数には今なってないかなという感じですね調べた割にね何も出てこなくて残念みたいな感じですけど結果的にはそんな感じはいまとめていきましょうえー、コールサイド28,250ぐらいまでは チャートのね、出来高の形状からはまだ生きてそう。まあ今日も28,250まではそこそこ出来高4,000枚ありますからね、ありましたと。で、えー、プットサイドは27,000円ぐらいまではチャートまだ安値、1月5日の安値切ってないので、まだ可能性を見ているかな。でもそれより下はもうね、ちょっと死んできたかなっていうチャートの形状になっています。まあ今日ね、大きくボラティリティ下がりましたから、えー、プットはめちゃめちゃハゲてます。 で、えっと、さっきね、見ていただいた海外勢のオプション手口からは、コールサイドは、えっと、2 8 0からね、28250っていうのは、えっと、売りがほとんどなく、ちょっと買いが積まれてるぐらいなので、えっと、まあまあ、ちょっとね、売り長に見えるのは28500っていうところなので、えっと、ここぐらい。プットサイドは26500ですね。ここに大きな売り玉があります。ですから、まあ、でこれだけ見ると2000円であまり参考にならんじゃないかという話なんですけれども、 えっと、ここより下はかなり、なんかね、大きな何かこう、それこそね、外部要因とか、 あのね、地政学リスクが勃発とか、なんかそういう、本当に予想がね、現時点でしづらいようなことが起こらない限りは、もうそろそろねっていうところにあります。ですから、まあ個人的にはね、プットでまだ50円ぐらいだったら、えー、売れるんだったらね、面白いかもしれないな、なんていうふうに思ったりもしております。出来高からも大きな特徴はあんまり見えませんでした。はい、そんな感じで、えー、今日はね、オプションのチャートと、それから残高、出来高からね、ちょっと上と下を S q 値見てみました。 明日明後日ぐらいを見るとね、もうちょっと縮んでくると思うので、まあ、それを見て、もう2月切りはね、あんまりトレードするほど、オプションのね、プレミアムは、リスクほどね、期待値がもう出てこないので、3月切りの戦いになりますけれども、ただ、2月の S q までの値幅はね、だいたい見えてくるので、それを踏まえて、3月切りをちょっと早めに入れるっていうのは面白いかもしれません。 はい。ということで、いかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを。そして、毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均の考察をしております。よろしければ、チャンネル登録の方、ぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね